クエストばっかりするのもあれなんで、ストーリーを進めよう。や、次の仕事、タイムパトロール行くぞ。お願いします。はいはい。次は誰だ？ベジータあたりか。ナッパ。ヤムチャ、ヤムチャが。みんなボロボロ。マジか。栽培マンに負けたのか。おかしなことになってる。大猿が2体。せっかく生き返ったのに残念だったな。めちゃくちゃじゃないか。なぜガードした？止まった。もうダメだ。そりゃそうだ、大猿みたいだぞ。この巻物にも歴史の改変が起こっています。改変レベルじゃないぞ。あなたの力を貸してください。えぐいわ。顔が可愛くないからサングラスで隠すって。まさか大猿じゃないだろうな。変身する前だろきっと。はめはめは。まずは栽培マンからか。誰か来た。何も喋れなかった。大量発生。幸いマンが20体も出てるのか。誰だ、俺たちの火星に来たのか。なかなかの使い手のようだが。ちょ向こうにいる相手がバカでかい。わかるか、今あれを相手にするんだぜ。そうだ、みんな過去と戦って終わりじゃないんだぞ。放っておけ。どうせ俺たちが負ければ地球は終わりなんだ。そうなったらどこへ逃げても結果は同じだ。なんか会話する間にサイバーマンを倒していた。よけた、よけただぞ。せいぜい俺たちを楽しませてくれよ。カモリックのサイバーマンは強さだけじゃなく数まで増えているようです。とにかくサイバーマンの数を減らしてください。サイバーマン何体やったって思っちゃわされてる。このサイバーマン強い。このサイバーマン強い。気味の悪い奴らだな。バカだ、カメハメハで生きてみたい。頑張れ。こいつら結構できるぞ。サイヤ人どもに近いぞ。ゼロ距離、ゼロ距離カメハメハ。もう20体倒したの？早いな。あ、色が違うやつがいる。リッカーか。リッカーみたいになってる。ちょ、やめて。いやー。ごく早く来てくれたけど。情けねえ栽培マンだ。相打ちとはよ。あんなクズだの相手に何やってやがるんだ。よくだ。汚いから片付けておけよ、このボロクズを。くそったれ。あれ、邪魔された。あれ、ガードする、ガードする。この色栽培マンは緑のはずじゃ。緑じゃないよな。
おいおい、天然門や人工門まで混じって邪魔された。そりゃいい、どこまでできるか見ものだな。俺たちの出番がなくなっちまうからな。まだか、長いな。俺の思った通り少しは楽しませてくれそう。届かないこりゃ。この技こそ何だその人工マン、届かなかった。届かない届かない。さっきから同じことやってるな。あれ終わり？まだ5、6体なかったか？え、これで終わり？お前一体どんな鍛え方したらそこまで強くなるんだよ。しかも Z だ、一発で。次へってあるのか。こっちでは報酬特にもらえないのかな。なんとか倒した。この顔黒い。敵をすべて倒す。自分がゼロ、ご飯がゼロ、クリリンがゼロ。下がれ、私がすべて倒す。あれ、ピッコロはゼロになった。その位置から片付けてやる。ピッコロがすごい飛んでいった。油断しないでください。ラッパの戦いの上では邪悪な気が感じられると思います。あの日に包まれているものは戦闘力が格段に上がり、本来の歴史を。あ、コントローラーから声が出てた。死ね。もうそれ撃つの。ピッコロさん、これ改変してピッコロを生かせたらダメなのか。邪魔すんな。はめは後ろから。あれ、もう終わり。悟空さ、悟空さが来てくれた。海王ってなって。クリリンもご飯も離れてくれ。あとオーラたちに任せろ。この二人なら大丈夫だ。俺たちは行くぞ。お父さん。この二人って言ったぞ。俺も数に入ってんの？なっため手こずりやがって。カカロットは俺が相手をしてやる。変身した。この構え、この構え何なんだろうな。今まで一回も使ってないのに。わざわざ何しに来やがった。回復した。回復する回復する。まさかこの俺たちを倒すためなどというくだらんジョークを言いに来たんじゃないだろう。なんじゃそりゃ、なんじゃそりゃ。ちょ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 、はい、終わりだな。ナッパ終わったよ。はい、ボコってやるわ。ナッパ、お前はそいつをとっとと倒せ。いや、もうナッパ終わってるよ。ちょちょちょ、後ろから撃ってんの。これは名門でのエリート戦士だ。絶対不利。得体の知らない奴に舐められてたまるか。すげえ、本当にすげえぞ。この二人なら一応からハメハメハー勝てるぞ。やれやがったか。あー、ぶっ飛んだ。変身すんの？許さんぞー。ギャリックフォーか。かっこいい。
ガリックホーン。後ろから次に近くでもあるからな、なに何でだ俺のギャリックホーとそっくりだって言わなかった。はしょぎやがった。アニメだとこれだけで30分使うんじゃないか。まずまずってところが悪くなかったぞ。悪すぎだろ、なんでこんなに低いんだ。Z 取るまで頑張らないと。避けた。それでいいのか。キュッ。くそく。こうなったら、大猿に変身してぶっ潰してやる。さあ言うか。弾けて混ざれ。言った。言って欲しかった。戦うの？マジで戦うんす？自分の体力がゼロ。味方ってことは他の人も来るのかな。ご飯とかも来るのかな。ブレイク状態にする必要がある。なんだそれは。ブレイク気力をゼロにするとブレイクになる。ブレイク状態の技の尻尾を投げ、投げってどうあるんだ。投げ知らないぞ俺。モザルク、モザルクバケモン。いいことを教えてやろうか。ブレイクどうするんだ。大猿になったサイヤ人は戦闘力が人間の時の10倍にもなるの。10倍なのか。気力めっちゃ減ってるじゃん。奇跡のそいつだけで。わかったぞ。ちっちゃんを踏みつぶして殺したのも。武道会場を壊したバケモンっていうのも。壊っ、やった。オラだったんか。これが、オサル。そう、めっちゃ引いた。半分引いたぞ。もう弱くなってるじゃないか。ご飯、俺たちも行くぞ。はい。そっから剣山投げ打ちまくったんじゃないか。あいつ。大猿になってやがるなんて。だが、ヤツの尻尾を切れば元に戻る。ご飯。ほいつ。尻尾を切るぞ。はい。おめえたち。尻尾を切るのか。クリリンさんたちに任せましょう。お、めっちゃ減った。クリリンさんとご飯さんを守って戦ってください。今だ。はい。終わってもた。終了してもた。目が。キエンザンできた。改変してもだ。ヤジロベイさんは俺の尻尾。改変してしまったぞ。ははっ、 A になった。やったじゃないか。次もこの調子で頼むぜ。次々進むけど報酬が何ももらえない。報酬はないのかな。王子のプライド限界超えるのか。ここで目が光った。ピカーン。ロックマンみたいな。切れた。尻尾が切れたぞ。ちょ、後ろに行った。あれ、瞬間移動しなかった。遅らせてそんなに死にたいか。やった、大猿から逃げましたね。あとはレジちゃんを追いかけます。あれ、ピュンができなかった。そう、こんな岩場だからできないのか。投げられた。これはあいつの技じゃないか。やめて、何してんだ。ああ、ちょ、見えない。
ね。ハメハメハー、やめて途中で追い出すのやめて、人力ボッコボコやん、画面端でボッコボコじゃないか。お前 Z になった。一体どんな鍛え方したらそこまで強くなるんだよ。俺もびっくりだ。そういえば3個使って必殺技が打てるなと思ってやったらめっちゃ減った。逃がしてたまるか。剣は？剣がないぞ。ヘラジロベイは逃がすんだ。 なんで止めるんだよ。クリリいいんだこれで。シャシャリ出るなよ。俺オラがオラが一人で倒してみせる。ありがとな。ウィングでもしたのかな、サングラスのせいで見えなかった。やりましたね。歴史の流れが修正されましたよ。終わりと始まりの書もちゃんと元通りです。元通りになったか。それにしてもどうしてこんなことが起きるようになったんでしょう。すでに定まった歴史が変わるなんて普通はありえないことなんですが。誰かが時空を移動して歴史を変えたのよ。かつて君がそうしたようにね、トランクス。誰の声だ、全くわからないぞ。こんな声ドラゴンボールにはいなかったぞ。誰だ誰だ誰だ、まったくもう。誰だよお前、なんかムービーが流れたけど誰だよお前。新キャラか。時の海王神様。ごめんごめん。この声優はいろんなアニメでよく聞くような気がするけど名前は知らない。声豚じゃないから名前は知らない。君がシェンロンに呼び出された戦士ね。私が時の海王神よ。よろしくね。よろしくね。耳が長いキャラは嫌いなんだ俺。一応宇宙でもかなり高い地位にいらっしゃる方なんですよ。地位がなんぼのもんじゃ。ちなみにさっきの鳥は時々私の親友ってとこかな。足毛にされてましたけどね。さっきの戦いいい感じだったわよ。君たちなかなかナイスコンビじゃない。ありがとうございます。ですが原因がはっきりするまで事件が解決したとは言えません。ナイスコンビって誰と誰と。トランクス戦ってないよ。一体何が起きているんでしょう。不気味な木を放つ二人組が時間を移動していろんな歴史に首を突っ込んでるみたいなの。不気味な木を放つ二人組、新キャラか。何を企んでいるのかわからないけど嫌な予感がするわね。時空を移動する二人組、何者なんでしょうか。そいつらがボスだな。まずはそいつらを見つけるところからですね。頑張りましょう。頑張りましょう。じゃあレベル上げのためにパラレルクエスト行くか。シングロビーではあ、他のプレイヤーってあれか、ネット上の人たちか。仲間にすることもできるのか。フュージョンもできるの。いや進まないよ、俺は進まないよ。次のパラレル行くんだ、俺はパラレル行くんだ。